はい、こんばんは、クーリキでございます。今日も髪の毛緑でやらせていただいておりますということでですね、 MAR さんにやってきております。もうぬっくぬくの店内にいるんですけども、こちらオーナー兼店長中村さん、こんにちは。こんにちは。いや、こんばんはです。はい、よろしくお願いします。中にいることがわからないもん、ね。まあ、確かにそうですね。まあ、こうね、このカウンターにザーッとこうミニオンのパーツとかラジコのパーツいろいろありますけども、これでちょっとこうぐるっと回ると、まあここ1階ですわ。でここも入り口なんで、入ってすぐに、まあ、そのミニッツの、サーキットで、奥は何すかね、奥もミニッツ、はい、1階はもう基本的にもう、ミニッツフロア。そうですね。で、まあレースなんかがあると、このこれはバラせるので、これバラして、おー、なるほど、下にあのコース持ってきて、ミニ四駆の、そうですね、こう、あ、ってことはミニ四駆のコースは2階にあるんすね。そうですね、2階全域走らないでくれと。はい、うわ、すごい、ほう、でかいっすよ。なんか あの奥にも何かあるんですか。あの奥にも別のコースが、え、もう1コースあります。あっちはフラットですね。フラット、フラットコース、屋根裏です。屋根裏、おー、すごい。あ、こんばんは。あ、完全にフラットですね。はい、で、あの完全な社外品とか、なるほど、本当にとかも走るので、あの飛んでくると危ないから、はい、あのこの壁ぐらいだったら刺さるので。わお、ヒュッと、マジ危険な危ないので、ちょっとそれでも安全に楽しむためにちょっと別にしてやります。なるほど。じゃあちょっとこれね、まあ、僕フラットはそんなに得意とかも全然あれなんで、はい、ちょっとここでね、いつものタイムアタックをチャレンジしたいと思うんですけども、結構なロングコースなんですけど、はい、これまあちょっと初見でどれぐらいのタイム出たら、はい、まあまあ認めてあげようみたいなのってあるんですかね。ランキングは1位から4位でこれぐらいなんで、早っ、30秒みんな切ってんの。30秒切ると秒速6近いんですよ。え、なので 5. ちょい 5.6 から 5.7 ぐらいで30秒ぐらいなので、そのぐらいかなっていう。まあ一旦ちょっと30秒目指して、はい、頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、チャレンジ30秒を切れるかどうかということですけども、もちろん相棒はテクロスということですね、持ってきましたね。これは前のあれかな、長崎行った時に使ってたマシンをほぼほぼまんま持ってきたというような状況です。タイヤ径がね、俺結構ちっちゃいですよ。 23.5 やったような気がする、確か。まあ、加速重視のはずで、まあ、ちょっとねブレーキ、まあ、ちょっと今青なんですけどね、結構起伏の激しいコースなんで、まあ、ちょっとこれで一回様子を見てから、ちょっと細かな調整していこうかなと思います。マシンの異音はマシンの悲鳴ということで、ちゃんとケアをしてあげましょう。完全にペラ車が伸びてましたね。やっぱりミニ四駆はね、ちゃんとマシンの声を聞いてあげることが大事。愛を持って制する。そして沼ね、もう谷じゃなくてこれもう沼。なんか途中すごい減速感のある、まあ、とりあえずこの速度であればこんな青いのとかこういうのはいらないわけですよ。なしで、
うしたどうしたどうしたどうした急に、おいどうした、おい失速パート2ということで、なんだしょうね、ちょっと電池チェッカーが死にましたね、このタイミングでちょっと電池変えて、ね、再チャレンジ、電池か、単純に電池だったのでは説、ちょっとブレーキはいるね再チャレンジでございます、ブレーキありました、チャレンジ、沼か、前後にブレーキを張ってたの今ちょっと、ね、前外しましたんで再チャレンジ、長崎でも頻繁に起こり始めました A パーツ粉砕祭り、まあ、粉砕というかねパコパコ取れるんですよ、あのなのでまあこれ X に限ったことじゃないですけど、基本的にはこういう風にして A パーツをこう浮かさないようにしましょうというのがまあね、定説のようですけども、なぜそれをしてないのかと、聞かれればですね、なるべく聞かないようにしていただいてですね、補強しましょうで止めときます、もうじゃないとやっぱ外れるんですよね、パーンとかポーンとかピーンとか、スピードは結構出てきたと思うんですけど、次はオースアウトしてるんで、まあ、ちょっとまたこの辺をグリグリとしていこうかなと思います、ストレート2枚っていうところでですね、ぶっちゃけゴールしたと思いました、確信したらダメというのはね、以前広島の TP 杯行かせていただいた時にみんな言ってたことをね今思い出しましたね、ここ神奈川県で広島のことを思い出しました、惜しかったね、完走してたらねタイム大体出たのにね、これもう一回行こうね、もう一回行こう、ようやく初の、MAR さんのこのレイアウト完走ということで、さあ気になるタイム30秒を切ってれば一発合格ということで、どうでしょうか、じゃん34秒51、あと4秒半、ってことは1周で1秒ちょい縮めなければならないということでですね、まあ、カメラをもう一回カチャッとセットしまして、スピード域的にはねだいぶ良かったんじゃないですかね、あのなんていうんですか、バンクの降りの2段のこう下り
あれをこうね、こう膝を使ってこうポインポインと、膝っていう表現しましたけど、こうポインポインポインとね、を入れてサクッと回る。で、あとはここですね、ここのバンクの抜けを早くして、もうちょっとね、ここ全体的にバンクの抜けを早くしてもいけるのではというところで、これちょっとペラ車直して逆にこのブレーキを隠せば、今めちゃくちゃいい感じの電池とこの相性じゃないですか、知らんけど。よし、ペラ車の修理完了ということで、いけるかな。よし、いけ。36秒45でしたね。今ですね、常連のお客さんからちょっと電池使ってみたらということで、パワーをいただくという表現にしましょう。オラに力をみたいな感じでね、くれたよね。あれ恥ずかしがり屋さんなんですね。めちゃパワフル、パワフルすぎてね、どっか行きましたよ。これでブレーキをちょっと固めというかきつめにすれば、ちょっと脈ありになってきたんじゃないですか。ちょっとだけ出る。パワフルな電池をお借りします。あ、どうぞ。すぐ新車と言ってた。あ、ちょっと管理してくれた。パワフル電池作者がいました。いろいろね、充電の方法ありますけど、作った人がこの囚われの身みたいな感じで、はい、ネットの向こうのプリズンでいるということでメインはあれですか、フラットの方をやってるんですか。そうですね、僕いつもフェンスが すごいね。平面の極限の速度を目指す。なるほど、ものをやってます。だからこんな強いバッテリーが。いえ、もう本当多分立体の方が負荷すごい大きいと思うんで、多分ね、そう、育つのは立体の方が電池自体は速くなると思うんですけど。なるほど、育つ。はい、めっちゃ速くなると思います。だいぶ育ってます。だいぶ育ってます。すごいです。やっぱり電池も育てないとダメな時代ということです。強い、すでに強い。すごい、加速が強いわ。今いいラップを刻んでたんじゃないでしょうか。体感的には30秒切ってたかもしれない。ちょっとこれもう行きましょう。もうね、いけそうな気する。これ入るぞ、いけるぞこれ。台本のないノンフィクション番組ハイパーダッシュ基地、またここでしたね。ここでコースアウトしましたね。女の子もノーコメントということで、そしてまた A パーツ紛失を行くですね。あと A パーツを探しに、よいしょ、無事発見ということで、
かなりゴールには近づいてるはず。かなり。もう次こそ、次で決めよう。はい、ということで、まあ、ちょっとねお時間的に多分次の挑戦がラストになると思うんですけども、またまた元気をオラに力をということですね、あちらの檻の外からですね、電池をこうやり取りをこうして、キュピンとしていただいた電池をちょっと使わせていただくという感じですね。まあ、これで30秒切れるのではというところですね、いきたいと思います。もうぶっ飛ばしていきますからね。よし、レディーゴとね、残念な結果でしたけども、ありがとうございました。キュピーンを感じました、すごく。はい、ちょっと結構充電の電流が結構高くて熱が少しだけ持っちゃうんですけど、なんとか抑えるようにちょっと頑張ったんで、はい、多分触ると生あったかいと思う。生あったかい、生あったかい、生あったかいし、そう、風邪ひいた時のおでこぐらいの。あ、いい表現ですね。インフルエンザとかになるとちょっとまずいってことですね。そうです、風邪ぐらいがいい。インフルエンザが許容範囲で、それ以上いくともうちょっと病院に。そうですね。いやー、ちょっと勉強になりました。ありがとうございます。これ、ありがとうございます。あ、この電池多分そうさん、あ、どうぞ、どうぞ。危ない。ありがとうございます。いや、こちらこそ、ありがとうございます。残念ながらですね、30秒は切れませんでした。あら、まあ、あれ、あ、なんかポケットにいっぱいプセカが入ってたな。でしょ、これどっかに貼っといてもらってもいい。お店はもうがっつり貼りますよ。お、じゃあもうなんか数枚取れちゃったんで、もうこう数枚お渡しして。あ、ありがとうございます。やったー。またちょっとリベンジしに行きますんで。はい、ぜひ。はい、ありがとうございます。またじゃあこれからもよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ皆さんもね、 MAR さんお越しください。遊びください、はい、ありがとうございました。